もうなんかもっとはっちゃけ人殺したぐらい言えばよかったですよ、ね、あんだけ本当にだからもたそんな人間じゃないんですよ。いやいや本当は分かる分かる分かるけどそのでも面白い。今日のゲスト、そうですね、はい、前にって思ったんですけども、はい、いや出たいって言うから、はい、いやほんまに出んのって言うんだよ。でこの間お芝居見に行った時にたまたま見にいらしてて、はいはい、どうしましょうってその時はおっしゃってたんですよね。何そんなもん口だけですかね。口だけです。肝が座ってるって印象ありますよ ね、はい、うすね。もう、はい、任せて安心。今日のゲストはこの方、大和田美穂さんです。どうぞお入りください。出させていただけるとは思いませんでした。まあ予定が大谷で、はい、よかった、ね、これはあのご両親も知ってはるんですか。はい、知ってはります。知ってはんね、うん、どなか言ってはりましたか。うんうん、で二人とも出てませんからね。そうなんですかね。あ、そうですか。深夜、うん、さんは出ていただきましたよね。あ、そうなんだ。そうですね、大和田深夜さん、はい、出ていただきました。大丈夫でしたか。なんかいきなり箱、おせんべいの箱開けちゃって菓子折りの、あ、見た見ました見ました。あ、あれおじさんか。そうですよね、開けてましたね。中入ってるかわからないのに。そうそうそう、はいはい、ね、わあ、大和田家な感じで。大和田家そんな感じですか、はい。さあ今日二人に演じていただきます即興ドラマの設定ですが、本日は海辺のカフェをご用意いたしました。どうぞご覧ください。緊張とかしないで。めっちゃしたよね。なんでそういうの。ドリンクを取りに行く場所があると思ってください。つかの間のバカンスを楽しんでいただけるように。バカンスか。なっていただいてもいいですね。持ち道具。まあね、今何も脚本がないのに持ち道具って言ってもなかなかね。そうなんですよね。何もだって何も決めてない。何も決めてない。はい、何も。あの浅野和之さんに電話して、浅野さん出たんでしょって言ったら、もう本当お前には俺みたいになってほしくない。でとりあえず一番のアドバイス何ですかって言ったら、何も考えていけ、考えないでいけ。そう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 。あれとそれから緑子ですよね。あ、嘘、緑子さんも。緑子も。緑子さんも結構ちょっと盟友という盟友が二人とも沈没したんですよ。恐ろしい。案外考えすぎない。じゃあそうですね、逆に恐れずに。そんな盟友もね、失敗しちゃうんだと思えば、はい、そう、気が楽になる、ね、気が楽です。大田さんもね、舞台で北島麻也やってるぐらいですからね。いや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 、あ、そうそう、ここはもうね、ガラスの壁です。もうでも役なんだ、あれはもう長いお芝居でね。そうなの、4時間4時間、うん、さあではスタートどうしましょうか。誰かに決めてもらいましょうかね。一応なんだら3カメに決めてもらいましょうか。ほら、ほら、あ、歌わせてたでしょ。3カメに決めてもらいます。どうしますか。じゃあ鶴瓶さんは、はい、イカついて、大和田さんフレームにします。さすがです。うわもうどうしよう。あ、ごめん、何も考えてない。なんとかなんだかな。まあもうこれね、10秒ぐらい後に始まっちゃいますから。え、本当ですか。でも、はい、何も持たなくてもいいってことですよね。まあ持って使わなくてもいいですし。鶴瓶さん帽子かぶってるから、じゃあ私も帽子かぶろうかな、初めだけでも。飲めないのか。あ、飲めるんだ。はい、それでは参りましょう。カウントダウンお願いします。何も考えてない。即興ドラマ収録10秒前。9、8、7、6、5秒前。4、3。寝てる。はい、うん、セリフサービスだった。あ、そう。いや、眠たい。疲れてるんだ。うん。いや、いつ帰る？いつにしよう。決めなくていいの？うん。
いやもうずっと。でも結構もうエンジョイはしたよね。うん。まだ2週間になるな。ねえ、あっという間だね。ああ久しぶりだもんね。成田便か。うん、成田かな。成田便やな。取ってもらうよ。お前が帰りたい時に帰るから。え、ほんと？いつまでも付き合うたれるんだ。嘘。だいぶ元気になったな。うん、まあね。でも 100% じゃないよ。また日本へ帰ったらお前うじうじ思い出すんやったらもうちょっとここにおろや。うん、ずっといたいね。うん、いつまでも付き合ったれよ、癒されるまで。かっこいいかっこいい。ああ、もうそろそろ部屋一緒にしてもええんちゃうか。なんでよ。なんで。まあやだよそれは。そうか。まだそんなすぐには忘れられないよ。はあ、俺はずーっとお前のことが好きでな。ああ、年の差なんて関係ないとずっと思ったけどな。あんなことになって。まあね、嬉しいよ、いつもそうやって言ってくれるの。だから一緒に来てほしかったんだ。うん、お前が高校やったかなの時からやからな。長いね。長いな。10年以上だ。そうそう、どこやったかな、もう忘れたな。ね、彼なんで死んだんや。もう聞いてもええやろ。うん、知らんのか。知ってる。でもあんだけも結婚もするようなこと言うといてな。ね、カットアウトやな。うん、そんなことってあるんだね。うん、隠してたんだよね。何を。え、知らなかったから。そう、何にも。もうごめんごめん、まだね。ごめん。ああやめとく。あ、まだ嫌だ。いや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 。ああ、もういい。じゃあ違う話しよっか。そうやな。何の話しよっか。いやどこ行く？どこ行く？いろんなとこ行ったもんな。うん、世間は俺ら見てどう思ってんねやろな。親子に見えんじゃないの？親子じゃないやろ。いやいや、それはまあ年は親子かもわからないけど。雰囲気が？うん、雰囲気がすぐわかんねえ。結婚してないからいいじゃない。うん、なんで結婚しないの？俺はお前と出会ってからもう結婚やめとこうって思ったからな。金はあるし、よっしゃ、一生ええかっこ言うと足長おじさんでいといたろって思ったな。本当に？そう。だけど男ってあかんな。なんやろな、なんかどんどんお前が色っぽなってきたら、ああ不純なことを考えてしまうよな。やだ。何度も何度も部屋の前に立ってまた自分の部屋へ戻ったよ今回の旅行。来てたの部屋の前まで。ああやだ、本当に。やだ。だって、いやだって私ちょっと、まあ前ね、彼のことはあるけどさ。うん、そうやな。うん、俺は素晴らしい男やった。なんでカットアウトになったんやろな。
今までお前は二人の恋愛してるけど、もう一人のやつはそうやと思わないけど、あの男は素晴らしい男やったな。ね、いや私もこんな人にもう二度とね巡り会えないと思った。遺体は見たのか。確実に見たのか。確実に見たよ。顔も見たのか。見たよ、うん、なんで。違う人で全く違うところに消えていてんのかなと思って、あまりにも。そんなわけないよ。なんでそんなこと言ったら余計もう忘れられなくなっちゃうじゃん。どっかにいるって思ってたら。そんなのでもずっと引きずって生きていくのなんてすごい辛いし。誰、生きててほしいの？その彼に生きててほしいの？うん、複雑やな。その話をせんとこと思ったけど、これぐらいの時間が経ったからもういいやろと思ったけど。もういいよ、もういいよ、その話いいよ、うん、いいよ、いい、前向いていこう。よし、前向いていくの。それじゃあ日本へ帰らない、違うとこへ。そうやな、こっからやったらバンクーバーも近いし。バンクーバー、カナダ。メープルシロップ食べたいね。メープルシロップでケーキ食べたいな。よっしゃ、明日の便を抑えさす。ほんと？うん。クジラ見てからでいい？いいよ。こっから？いや、こっから見えないでしょ。さっきね、え、なんかイルカの群れがバーッと通ってた。嘘。ほんとや。あ、この誰かな。かわいいイルカでしょ。うん、そう言いながらなんか浜辺のお姉ちゃん見てるじゃん。いやいや、私一筋って言いながら全然違うんだもんな。結局イルカや、イルカ。嘘だ、今目がだってなんかちょっとやらしくなったもん。どこ？そこ。はい、OK です。なんですか、そんな素敵な王子様みたいな。改めまして本日のゲストは大和田美穂さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これはね、やっぱりね、演じててもずっとね漁師の顔が浮かぶんですよ。やだやですよ、それもう最悪ですよ。最悪やろ。最悪、最悪やけど、俺はどんどんとこれはな、怒られるかもわからない。なあ、そんなもん考えないでくださいよ。いやでもやっぱりそうやんか。やだやだ、もうなんかもっとはっちゃけ、人殺したぐらい言えばよかったですよ。あんだけ本当において、だからもっとそんな人間じゃないんですよ。いやいや、本当は。わかるわかるわかるけど、そのでも面白い。それは小さい時から知ってんねん。それはな。そうなんですね。そうそうそう、お母さんからね、生まれた時から聞いてるわけ、いろいろ。うん、どれはこないなってきてるからね。そうですね。でも俺はちょっとええ格好してこんなこと言うてんねんけど。いや、ものすごいかっこよくなかったですか、今日セリフも。私ちょっと惚れちゃいました。わかる。なんか好きなだけおったらええやんみたいな。何その、なんか顔これぐらいしか見えなくて、もうこんなんで。顔これぐらいしか見えなくて。そうなんですよ。こう帽子をこうかぶって。いやだからこれやったら好きなだけおってええやんって言えるかなと思って。めっちゃかっこよかった。かっこよかった。いやいつもでも降りたい時まで降ればいい。そうなんですよ。心の傷が治るまで。うん、なりましたよね。すごいかっこよかった。すごい。たまには言わせてくれや。いや、僕自分で見たら惚れますよ。本当に。あ、そう。いや、やだ。見るのか。成田かな。成田便やな。お前が帰りたいときに帰るか。え、本当？
つまでも付き合うとあるよね。そう、かっこいい。かっこいい。これちょっとキュンとしましたよ。ズキュンときましたよ。保存版です。いつまでも誰ずっとすんの。かっこいい、めっちゃかっこいい。そんなんばっかり集めるわ。それじゃどうぞ。これ相当良かったですよ。あ、そう。これ彼氏だって私は思っちゃいました。いや思う思う、うん、いやでもそれはしたくないなと思ったよ。そうなんですね。だいぶ元気になったな。うん、まあね。でも 100% じゃないよ。そう、この時は何で元気を失ったのかと思ったの。全然もう、あ、元気ないんだ私って。やっと笑顔をこうそれまでなんか楽しかったねとか言ってたのが、あ、へえ、私なんか落ち込んでたんだっていうつぼみ方それだけです。ほんならこっちのもう操作一つでいろいろ動いてくれてんね やすごい素直なんですよ。だから何も考え、絶対騙されなあかんで。いやいや、どうしよう。絶対騙されなあかんで、うん、ほんまによく、そうですね、はい、よく騙されて言われる、騙されそうってよく言われます。素直やから騙されなあかんで、はいはい、おっちゃんに言いなさい。はい、わかりました。お前が高校やったかなの時からやからな。長いね。長いな。10年以上だ。何も出なかったです。想像つかなかった。なんか考えようと思った、はい、この年の差で私が高校生でどうやって出会うかなと思って。そう、すいません、はい、もうパパの友達とかそういうの か, そっちか、バイトとかも。パパの友達とある友達と海外行きたくないですね。パパの友達と行きたくないね。なんでパパの友達やで。親戚じゃちょっとね。親戚もやらしいから。深夜さんみたいになっちゃうしね。いやし、どんどんもう芸能一家ですからね。すいません。パパの友達言うだったよね。パパ言うと顔が浮かんじゃうからね。めんどくさいですよ。めんどくさいよこれ。なんかその辺話そうもんで、どういうのあんねやろなこれ。バイトとか。バイト？バイトなんかこうどうしても居酒屋がパッて浮かんじゃって、中華料理屋とかでバイトしてたんですけど、そこの店長ってこんなんじゃなかったなと思って。え、バイトしてたの？してました、してました。あ、そう。中華料理屋さんでバイトしてたんや。してました。なんか運ぶサービス、はい、フロア。でもあんだけも結婚もするようなこと言うといてな、ね、カットアウトやな。そんなことってあるんだね。もう泣いてんのよこれ。そうだ、いやだって死ぬなんて。これすごいよね。あ、泣いてる。あんまり言ったかん思って。そんなんなんの？すぐに。わかんないです。かなり時間が経過して泣く人っていると思うんですけど、うんうんうん、全部鶴瓶さんの言った言葉に反応してすぐその女の人になって慣れる、泣けるのは。騙されちゃう。私絶対ダメだ。騙されちゃう。そろそろ騙されますね。お前あかんで、絶対に慎重に行きます。気をつけて。なバックにはいてる、いや言わなあかんで。バックにはバックにはあバックにはバックがいてバックだけにバックがいて。何言うてんねん。じゃない方がいいじゃん。すいません。バックだけに寝て何のこっちゃねん。世間は俺ら見てどう思ってんねやろな。親子に見えんじゃないの。それはまあ年は親子かもわからないけど、雰囲気が、うん、雰囲気がすぐわかんねん。結婚してないからいいじゃん。ああそうやね。俺結婚してないねんな。結婚しないの、うん、俺もねここでねちょっと大胆にもうちょっとしてから結婚してくれって言おうかなって、プロポーズ、うん、しようかなって思ったんやけど、はい、それはなんかなと思ってな。そうですか、うん、私なんかそういうあると思ってました。部屋別々にずっとおるねんで。でもやっぱこういういたなんかすごい、いつも一緒にいてくれる人が本当は大事なんだって後から気づくのかなって。ものすごい早死ぬがな。どうぞ。なんでそんなこと言ったら余計もう忘れられなくなっちゃうじゃん。どっかにいるって思ってたら。そんなのでもずっと引きずって生きていくのなんてすごい辛いし。誰、生きててほしいの？うん、私告白してくれるかと思ったんで。あ、そうか。そうだから生きててほしいのって。いや、まあ、複雑なんでしょうけど、うん、この後告白とかされるのかなと思ったから、生きててほしいのって、死んでてくれた方がいいんじゃないのって思っちゃった。ほら、告白されたかったんですよ。されたかったんです。でもそういかないのが筋なしの面白いところですね。こっちがこうもしてほしいって思っても帰ってこないから。それがまたね、ええー、ねん、なんか、そうですね、なんかもどかしさがやらしいねん。やらしいねんって。そっか、やらしいで、この筋なしって。お互いの心の読み合いやけど。そうですね、うん、
やらしいね、これ。もあるし。なあ、でも俺家、楽屋でずっと歯磨いてたから余計やらしいね。え準備準備は？やっぱり何か違う違う、それなしにそういうシーンあるんですか？いや、ないね、ないね、ないんだ。じゃあもしかの場合ということは、で、ああそうなんだ、そこは期待してなかったんですか？告白は期待したけど、うん、あでもさっき最後イルカ 見るときに後ろからなんかこうちょっとギュッてしたくなりました、少し。見てみーな。でも私ダメです、気をつけないと。そこは騙されてるんですもんね。そうですね、騙されてる、はい、芝居ですね。その彼に生きててほしいの？うん、俺はもう複雑やな。犯人その話をせんとこと思ったけど、これぐらいの時間が経ったからもういいやろと思ったけど、完全にここでね、怖い顔して、やだ、俺が好きやから、やだ、そんな仕掛けて。あら、そうですか。お前のために仕掛けて殺したんや。私じゃあ、だから俺がね、好きだから。いや、でもそしたらもう絶対、じゃあどうしてそこからどうなっちゃったんですか、これは。いやいや、でももうちゃう感じになってるから、なっちゃったか、私全然読めなかったな。あ、そうじゃあ、だから素直やなと思って、あ、そいつと疑わないなと思って。一回怖い顔してるで、うん、俺ちょっとね、さっきね、怖い顔してましたね。どうぞ。そう言いながら、なんか浜辺のお姉ちゃん見てるじゃん。いるかや、いるか。嘘だよ、今目がだってなんかちょっとやらしくなったもん。どこ？ここ、ね、なんかここ、なんかちょっと、そこもう、はい、OK です。癒されたよな、うん、もうなんか全て忘れたんやっていう感じ。いいやん、これの、そうですか、いい出会い話ですよね、うん。どんだけ真面目やねんという感じやろな。いやです、だそれを実は私もなんか2世だし、なんかこう、うん、なんか親の顔浮かぶって言われるし、私本当はそんなんじゃないです、もっとなんか奔放な、なんかこううわーって男を手玉に取るような女なんですってやりたくて来たんですけど。無理や。全然無理ですね。もう二人に教育され、バクに教育されたよね。やだー、もう最悪。でも素敵なお話でしたね。素敵な彼でしたよ。いやーな、素敵な。可愛らしいよね。可愛い。いつの間にか大人の眩しい女性になった。そうやね。うん。それじゃあタイトルを。タイトルは今日はパンケーキっていうタイトルにしようと思うんですけど、メープルシロップの。そう、ふわっとした二人のなんか未来が見えたので。な表現やな。ちょっと乙女心を発揮してみました。これパンケーキ。どうもありがとうございました。じゃあまた来週。ダメか、ダメか。メープルシロップ。あ、メープルシロップでもパンケーキ。